はい、どうも、ハピネスダークのハピネスです。今回、クエスト2コンカーキャンサーをウォーフレームと共に支援しようという新しいイベントが、開催されておりますので、それに対してのね、紹介動画やっていきたいと思います。まあ、通称 QTCC と言われるね、ここにあります QTCC2024 というイベントです。で、概要を言うと、これはウォーフレームのチャリティーイベントで、このザ・プリンセス・マーガレット・キャンサー・ファウンデーションと共同し、クエスト・トゥ・コンカー・キャンサーキャンペーンを参加します。で、この、ザ・プリンセス・マーガレット・キャンサー・ファウンデーションというのは、カナダのオンタリオ州のトロント市にあるがん研究施設と、いうことで、こちらと連携したチャリティーイベントという感じになっております。で、これはもうね、5年連続でやっているということで、もうそんなになるんだなーって感じ。もうほぼほぼ、始まってから本当に毎年やってるようなもので、で、これはね、ゲーム内と連携しております。はい、なのでユーザーにも、そして寄付をしたい方にも、どちらにもこうアプローチしているような、そんなチャリティーイベントになるんですが、ここのインジケーターありますよね、上の。これがね、今集金額ということで、目標額が10万ドル、1、10、100、1000万、10万と、はい、10万ドルを集めますよということです。はい、まあ、10万ドルといえば、日本円でいうと1000万円という感じなので、まあ大金ですよね。はい、で、まあ、一応ね、このイベントの概要に関しては、1、2、3、寄付の方法という形で書いてあります。で、そのうちの一つはチャリティーグッズ。まあ、俺もね、結構、購入したりとかするんですけれども、こちらのチャリティーグッズを購入することによって、そちらのお金が、支援金に同時になるというふうになっております。はい。な、今回はね、デザイナーさんの方と連携して、さらにはオーディウスのグリフ、そしてぬいぐるみもついてくるという感じで、非常に可愛い。はい、これまではね、ピンク色の、動物、そう、ポバーとかいうね、ゲーム内に登場する動物たちの、お人形とかあったんですけれども、まあ、うちもあります実際に自宅にあるんですけど、まあ、今回はオーディスのぬいぐるみであると。で、この報酬を解放というところでは、現在解放されている、報酬と、これから、解放される報酬を確認することができます。というのも、この集金額に応じて、このロックが解除される。まあ、そういうね、仕様になっています。今はね、この、グリフ、今回の新しいグリフと、コミュニティディスプレイ、そしてフォーマのアラート、そしてエンブレムが、こちらね、解放されていると。で、まだね、このフォーマが、受け取れる時期にはなってないです。ただ、解放されているだけで、ここに、そのアラートが登場する日時は記載されています。はい、こんな感じでね。で、まあ、今後ね、集金額がこの解放の値に達するごとに、様々な、まあ、このね、タウバンのアルコンのかけらもあると。そして、インクとかあって、最終的には、レジェンダリーコア、マジかというね太っ腹な報酬もあります。これはね、好きなモッドの最大ランクまで無条件でこいつ1個を消費するだけで行える魅力的なアイテムです。で、エクストラということで、こちらね、これまでに登場した外装品が、まあ、カラーリングは変えられないものもあるんですけど、シャンダナ、リボン、エフェメラ、グリフ、これが、2025年1月1日まで、まあ、今年が終わるまでの間にゲーム内マーケットで各クレジット、1から1クレジットで購入できるというようなアイテムになっています。まあ、なのでね、すぐにログインして、今すぐ購入とねほぼ無課金で手に入る豪華な外装品という感じになっています。で、あと生配信スケジュールということで、まあ、ほぼほぼ公式クリエイターの面々かな。
の方々が、こちらね、ツイッチで、配信を行って、それが、今回のチャリティーイベントの、キャンペーンの支援にもつながっているという感じです。ちなみに俺はいません。まあ、お世話になってる方だと、カロンさんとか、あと最近公式クリエイターに参入された忍び夫婦さんとか、あ、こちらですね。はい。まあ、日本語、かっこ日本語って書いてある方に関しては日本語での配信が主であるという感じですね。はい。まあ、一応ね、プライムタイムとかもありますし、で、このね、スケジュールっていうのは、ツイッチドロップとも連携していて、この受け取り期間ってありますね。例えば、わかりやすいのからいくか。これね、まあ、上も連動して動くんですけど、10月1日から、まあ、もう始まってますね。これ、収録日が10月2日なんで。うん。で、7日までの間に、このコミュニティスケジュールのツイッチを30分視聴すると、まあ、こうした、今回はシーンですね。はい。ツイッチドロップが入手できると。で、次の週がボブルヘッド、次の週が、これぬいぐるみ、で次がこうやって装飾品ですね。そして、ドメスティックドローンという感じで、で最終日にはこちら豪華な報酬アダプター系がねあります、まあ、こんな感じで視聴する側にもメリットがあるよという感じで、それ以外にも今回ね、QTCC キャプチャーということで、これはねコミュニティの方が撮影した美しい、QTCC キャプチャー、これはすごいほんと綺麗、うん、で今ティターニア乗ってますけど、バルークとかゼファーとかニュクスとか、まあいろいろと今すぐダウンロードっていうところに行くと、まあこんな感じでこっからね直接ドライブから、ダウンロードすることが可能になっていますので、まあこれはね、誰でも、ダウンロード可能なので今すぐアクセスという感じですね。はい。まあそんな感じで今回もね QTSCC2024 始まってますよという感じです。で他の記事からもこんな感じで、QTSCC2024 に関しては、概要をチェックすることが可能であると、まあほぼほぼ同じことが書いてあります。はい。ということで、まあ今回はね俺も寄付する側、何かコミュニティスケジュールがあるわけじゃないですけれども、まあ寄付する側として参加したいなと。まあ結構ね皆さんのからの、その YouTube の収益とかっていうのはやっぱ俺、まあ今回のこの QTCC に関わらず寄付として、チャリティーイベントにこう納めたりとかしているので、まあ皆さんの視聴を、動画視聴も同時に、チャリティー支援につながってくるというように、まあ言っても過言ではないかなというふうに思います。はい。皆さん改めていつもありがとうございます。ということで、まあ最終報酬はレジェンダリーコア。俺はこれ見て、おってなったんだけど、なかなか珍しいなと思って、まあこれも楽しみの一つとして、まあ楽しんでやっていきたいかなというふうに思います。はい。それでは、ハピネスダークのハピネスでした。また、概要欄にね、このホームページのリンクありますので、ぜひご自身でも見てみてください。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。